デュドミラ・チェリーナは、フランスのバレエダンサー、女優である。本名を、モニーク・トチェマーズンと言い,い、サンクトペテルブルクから亡命してきた、チェルケス人の父アベニール・トチェマーズンとフランス人の母、ステファニー・フィネットの間に生まれた。父は、ロシアの貴族で、かつては、将軍の位にあった人物だった。チェリーナは、著名なバレエダンサーのオリガ・プレオブラジェンスカや、などにバレエを学んだ。 彼女は16歳の時に舞台デビューを飾り、やがてセルジュリー・ファールに見出されてバレエリュス・ド・モンテ・カルロに入団した。チェリーナはリファール振付のロメオとジュリエットでジュリエット役の初演者としてパリの舞台に立ち、プリマ・バレリーナの地位を得た。1945年にはバレエド・シャンゼリゼでプリンシパルダンサーの地位につき、後に夫となったエドモン・オードランと組んで踊った。 彼女は、リファールの振付作品で様々な役柄を踊り、パリオペラザバレエ団や、キーロフバレエ団、ボリショイバレエ団などの公演にも客演した、モンマルトル墓地にあるチェリーナの墓。チェリーナは、映画女優として、赤い靴、ホフマン物語などに出演している。1980年代には、本名で2冊の小説を出版した。また、画家や彫刻家としても活動し、 1994年に作成した彫刻、ヨーロッパ・オペランダは、ユーロトンネルのフランス側出口に飾られている。1946年に結婚したエドモン・オードランは、1951年に交通事故で死去した。その後1953年に再婚したフランスの実業家、レーモン・ロワとは、彼女の島で添い遂げることになった。ヨーロッパ・アクール・デ・エル・チャリーナ。 ありがとうございます。